下り線改札口橋本駅は、京都府や私橋本中の町にある、京阪電気鉄道京阪本線の駅。同線においては、大阪側から見て、京都府内で最初の駅である。駅番号は、KH25。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅。改札口はホームごとに分かれており、改札内で上下線ホーム同士の移動はできない。 なお、改札口は上下線とも、ホームクズの流行りにある。早朝、深夜は無人となるため、自動改札機導入前まで、該当時間帯には、車掌が、駐札を行っていた。2019年度のある特定日における1日、乗降人員は5,932人である。近年の1日あたり、利用客数の推移は、下記の通り。 遊郭の面影を残す橋本の街並み古くは、地名通り淀川に架かる橋のたもとで、橋が失われてからは1962年まで、山崎との間に都線があった。このため正式な宿ではないが、大阪街道の宿場として賑わい、歌舞伎、総長町クルワ日記の六段目、橋本の段の舞台になった遊郭街となっていた。1958年4月1日の、 売春防止法が施行されるまでは、橋本駅を出発する終電車が、遊客帰りの客で大変混んでいたとの逸話もある。駅西側には、当時を忍ばせる古い家並みが残る。現在駅東側は山を切り崩した住宅街になっている。京阪電気鉄道の開発が入るまでは完全な山であり、岩清水。 ヤワタの西側まで延々と獣道が続いていたが、麓の遊郭でのいさかいから、遊女の自殺が絶えない地域でもあった。駅から東へ上ると、宇治神の仮を神社がある。駅のやや南の津田電線ヤワタ工場跡地に、京阪バスの京阪橋本バス停がある。運行系統は、以下の通り。また、 駅北側の道路を500メートルほど北上したところで、川を当たらずに通身すると、京都京阪バスの、コミュニティバス八幡の橋本登山本バス停も、利用できる。1乗車200円、1日乗車券300円。出店、京阪100周年記念誌、京阪100年の歩み84ページ、淀川の結界、ハット AB 出店、京阪100周年記念誌、 京阪100年の歩み165から166ページ、台風下と水害下より出展、京阪100周年記念誌、京阪100年の歩み231ページ、台風13号の被害出展、京阪電鉄開業100周年記念誌、京阪100年、歩み資料編140ページ出展、期間広報誌、グラフ景藩1993年春季号、出展、 月間沿線情報誌、K プレス2013年1月号、16名、暮らしの中の京阪、小学館館、JR、私鉄前線各駅停車別館に、大阪、神戸、京都、福岡の私鉄109ページ下段より、八幡市統計書、八幡市、P62、2021年4月13日閲覧、八幡市統計書、八幡市統計書、 2013年12月27日閲覧。京都府統計所、鉄道乗車人員。2013年12月27日閲覧。年度数値を日数で除して算出。出典、鉄道ピクトリアル1973年7月増刊号、京阪電気鉄道特集の52ページ。橋本優格より、ありがとうございます。